皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日はいつものようにスタジオに元参議院議員で政治評論家も、されておられます平野貞夫先生に来ていただいてます。平野さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。先生は呼ぶんですから。ああ、ありがとうございます。平野さんでお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい。で、今日はですね、まあ、つい最近といいますか、6月21日に、閉じられた第211回通常国会を、総括していただこうということでお話を伺いたいと思います。で、この第、211回通常国会とは一体何であったのかと、全体的にどのように評価されておられるでしょうか。はい、大変難しいお話をぶつけられたんですが、6月21日に終わりましたですね、はいはい、大騒ぎした割にはすんなり終わったわけですが、私その2、3日こんな国会でいいのかというその非常にこう自分自身の反省も含めてですね、はい、思いましてですね、6月の23日に思い切ってですね、この211回通常国会を総括するツイートを出したんです。あ、そうです。はい、ちょっと読み上げていいですか。はい、どうぞお願いします。第211回常会は現憲法下最悪の政治時代を作った、岸田首相は憲法原理の無知と人間失格だ、立憲泉、維新馬場、国民玉木が政党の頭となる日本の政治風土に問題あり、近い将来に国と民族の崩壊が見える、国民の命と暮らしが第一とする政治に向け今後苦言を呈していきたいと、はい、その場所の一つに一つここをお許しいただきたいと、こういう意味のツイートでございます。もうすごい言い切っておられますね。そのように総括されてるわけですね。はい、まあ、ではどこが具体的にそうであったのかという問題点についてですね、はい、個別的にお伺いしたいと思いますが、はい、例えば今回の通常国会で、まあ、いろんな法案がですね、はい、通りましたよね、はい、で、まあ、昨年の12月16日に通った、防衛三文書に関連しては軍拡財源法案ですか、はいはいはい、これが整理しましたが、はい、これについてどういうふうに、はい、そのまずね、政府提出の法律案が、はい、有法案も含めてほとんど通ったと。ほとんどですね。で、立憲のある幹部が、立憲はその反対と、ということで批判されるけど、うん、80% 賛成してるんだと。バカなことを言ってるんですけどね。はい、いくつか、その憲法の原理に、その、関わる、はい、法案があったと思いますが、まあ、順番をつけるわけにはいきませんけどね。はい、今木村さんがおっしゃったその安保3文書に基づく、政府は防衛費財源確保法と言ってるんですけど、はいはい、まあ、本当はその軍事拡大財源法ですよね、うん、防衛なんじゃないですよあれはね。これがまず当面一番大事なもん、やり玉に上げなきゃいかんと思いますが、はいはい、まあ、これに対して、賛成したのは与党の確か自民党と公明党で、
後の党はいろいろ理由は違うんですけど、まあ、反対したわけですが、この法律の基本はやっぱり憲法9条を真っ向から否定したもので、特にその安保法制で、憲法を逸脱した集団的自衛権に続いて9条の、まあ、肝と言いますか、はい、魂と言われる専守防衛なんですね。そうです。それをこれを否定して転換してですね、これをあの要するに、まあ、アメリカと一緒になって、事実上の先制攻撃でいくようにするという仕組みなんでしょう。はい、そこでその政府のいやらしさっていうのはですね、法律そのことができるという法律そのものじゃないんですよね。うん、抽象的に非常にその戦争の危機がウクライナの問題をとはじめ東アジアでも起きたから、防衛費をこれははっきりバイデンに言われてアメリカに言われてってことでしょ、うん、今までの倍にしたいってことでしょ、うん、1%、2% したい一挙にですね、その43兆円まで使うと、5年間にですね、はいはい、そういうその法律を先に出してきたわけでしょう、はい、したがってその、まあ、国民民主党とその維新、日本維新の会です、維新ですね、はい、維新は自民党公明党よりもっと過激な防衛整備論ですからね、はい、そうです。そういう意味でそのもっと過激しなきゃですダメ、もっと、オーバーにしなきゃダメだという意味で反対してるわけです、はいはいはい、で問題は立憲なんですよね、はい、だからこれはその立憲の質問を聞いて見ますとね、はい、その財源をどうするかと、うん、それを先に議論すべき、増税にするとか国債にするとか、増税の場合に 何の増税をするとか、あるいは経費切り上げの場合にはどこを経費切り上げ下げにするとか切り上げするとか、こういうそのそういう法律のでないことが不満だっていうのが反対の理由でしょう。じゃなくてどんな金を使おうと、どんな金を捻出しようと、その専守防衛をね否定するという中身の法案制度になることにの根本を、憲法問題を問わないというところに僕は不満があります。本当にその通りだと思います。で共産党はねそういう点はついてましたけど ね、 あね、だからまあ社民令和なんかと一緒にこれは徹底的に議論し徹底的に抵抗すべきなんですよ、うん、それがなくてですね、最終的に、他の問題と含めて、例えば入管法とか、うん、あるいはジェンダー平等の法律とか、うん、いうものも含めて、不満だったから、ちょっとね、内閣不信任案出してね、うん、解散もとかされて、はいはい、結局、一つのドラマというのは、うん、その、格好をつけるために、内閣不信任案を出して、うん、そして、その軍拡、その財源確保法を混乱せずに通すために内閣不信任案を出して、その代わり解散をしないよという、これ立憲とその立憲のまあ国会対策の関係者とその岸田の取引じゃないですか。しかも憲法上の内閣不信任案というものと憲法上の内閣の解散権というものを持って遊んだんじゃないですか、うん、そうですよ。これは重大な、そういう意味で僕は戦後、はい、その最悪の その国会運営だったということ、はい、でその野党とりわけ立憲民主党はこういう審議にもこういいダクダクと積極的に協力してきましたね。そういうことの審議にその通り最後だけまあ反対ってどういう態度は反対でもね、議事に賛成するっていうことはね、はい、これはね賛成なんですよ。そうですよね。で安保法制の時もそうだったんですけどね、はい、あの時の民進党でしたかな、はい、中にね
限定的集団自衛権はいいという連中がいたんですよ、幹部の中に。こういう上司だっていいですけどね。はい。いやいや。それでね、その、今度だって、やっぱり、こういう台湾有事とかなんか、その時代が迫ってきてるから、一定の、その、手口先生はですね、うん、許されるんじゃないかと考え方が間違いなく、立憲の幹部の中にあるってことを僕は、狙ってるんですよ。いや、そこは大きいな。沖縄が一番問題なんですよ。そう思います。大変な、ね、問題で。そういうことをね、国民の前で言わなきゃダメですよ、立憲っていうのは。ただ立憲の中にというか、幹部の中に、自民公明どころか、維新国民民主と同じような、よりこうね、右寄りの方もおられると、憲法改正も含めてね。それと、消費税増税の連中もいるんでしょ。ああ、いますよ、もちろんね。その、財務省にの、はい、その、奴隷になってみせる連中がね。はい、野田さんを筆頭に。まあ、小泉氏は、まあ、おられると思いますけどもね。はい。で、今のお話で少し僕は、はい、聞きたいのは、内閣不信任案と、その、解散をその早期にはしないっていうですね、岸田さんのこうね、言明とのこの関連ですよね、野党が出した。これは、その岸田さんがもう決めてるっていうことを分かった上で、不信任案を出そうとしてたのか、どうなのかということがよく。もともとね、はい、立憲作った時からね、僕に言わせれば、安倍菅体制と、はい、枝野体制は裏で繋がってるんですよ。僕はそう見てるんですよ。傍聴証拠もありますよ。それをいくら言ってもマスコミも書かないし、だから安倍前政権がああいうふうなその堕落した政権を行った、その森友かけはじめね、はいはい、いくつかの憲法違反やった行為はね、やっぱり僕は事実上、当時の野党代表と協力してると思ってますよ、立憲が。それをね、やっぱり、国会でね、他の野党も選挙協力だという、ね、野党の協力だという部分があるもんだから、隠蔽して進んできたのが今回の、今日の、その政治劣化の、その、まあ、統一教会の政治がね、自民党だけじゃなくて他の、政党にもその浸透してる、その残念ながら日本の議会政治の末路じゃないですか。まあ、統一教会問題もうやむやにまたなりつつありますしね。その通り。大問題ですよね。うやむやどころか力が強くなったんじゃないですか、逆にその影響力がね。はい。それで、今回の通常国会でまた大きな問題がある法案が通ったということで、先ほど平野さんも振られましたけど、入管管理法ですね。この問題について少しお願いします。これは、まあ、具体的に、その、日本のその、各国の入管制度、入管の扱いが国際的な一つの基準に合わずに非常に乱暴だっていうことは前々から言われてたことでございましてね、うん、で特に国連が改善するような勧告もあるんですよね、うん、でその中で幾多の不祥事件が発生して、特に、今度スリランカの女性ですね、家族が、はい、亡くなられたんですね。それで非常にその世論も、国際世論も日本の世論もこれ何とかしないかしないかんと、要するに、難民のその扱い方ですか、救済の仕方について、極めて、日本の政府はおかしいと。相当これ与野党も含めて盛り上がったんですけどね、うん、結局はそのさらにその管理っていうか改悪している法律が通ったわけでしょ、はい、でこれはまあ衆議院の審議が誰しないんですよね、うん、
参議院では、まあ、山本太郎さんに懲罰動議が ありましたね。最後まで一番ね、体張ってた。まあ、あれは懲罰動議は撤回され、出されませんでしたけどね。まあ、最終的にですね。私も平成12年に、小渕首相から森政権に変わった時の、その、自民党の談合クーデター5人組のね、活動が憲法違反だっていうので、まあ、その過激な発言をテレビ中継でしましてね、取り消しをに応じなくて、さらに続けたもんですから、懲罰動議が出されたんですけどね、私は。あ、そうなんですね、そういう。で、私は懲罰動議出されたら、本会議で、その、弁明ができるんですよ、一審上の弁明が。うん、なぜ俺はそういうことをやったかっていう。うん、これはね、無制限ですよ、原則は時間。うん、まあ、無制限というわけにいかんですから、2時間かけてね、こんこんとして言おうと思ったら解散になりましてね、はいはい、で国会が閉会になったもんですから、飛びましたけど、できませんでしたけどね、うん、それを思い出したんですが、この入管のことについては、これね、これも憲法に関わる問題なんですよ。うん、人権の問題なんですよ、うん、で人権の擁護っていうのは何も日本人だけの擁護じゃないですからね、うん、人類の人権っていうのはやっぱり共通して守っていこうという、うん、それが憲法の精神ですからね。しかもこれ、いろいろなケースがあると思いますが、下手すればその難民認定せずにそのままいろんな審査その理屈を解けて審査して追い返したときにですね、はい、帰国して殺される試験が、ね、あるわけでしょ。そうですね、想定できるでしょ。だからそういう意味ではその日本国政府ってのは殺人をしてる人殺しをすることになるんじゃないかと。これ前川さんが前川喜平さんが、まあ、東京新聞で、ね、そういうそのコメントを出しましてね、話題になったんですが、そういう深刻な問題なんですよ。日本は静かな人権差別の国だっていうのはアムネスティの報告書でだいぶ前に出されていましたけども、最近のこう具体的な入管のね施設の中でその取り扱いのひどさっていうのがですね、いろんな形で少し情報開示っていうか内部告発なんかもあって知られているところを見ると、本当に驚くべき人権侵害というか虐待をやっている実態がありますよね。まさしく拷問でありますし、その、はい、まあいろんな形で亡くなられた方も他にもある、元の国から問題があって、はい、難民として日本に来るわけでしょ、うん、ですからその難民として扱うか、あれどうするかというその判断を入管でやるわけでしょ、はい、その場合にやり方によってはその人の本国と同じ発想でね、うん、その権力の悪い部分をむき出しにしていろいろやってはいけないことをやるというそういうケースが国際的に批判されているわけですよね、はい、ですからまあ本国の人権問題と日本国の人権問題っていうのがね、まあ同じレベルの場合もあるし、しかし日本国は憲法でやっぱり人権大事にしようということですから、はい、そこのところは僕はいろいろ問題があると思いますよ、現実の政治の中では、はいはい、少なくともその国連の言う一般的なその国際基準っていうものは守るべきじゃないですか、うん、やり方についても。でも残念ながら守るどころかかけ離れた状況に今あると思います。本国より悪いことやってる、悪いことやってる場合はあるかもわからないですよね、はい、ただ日本の刑事犯の扱いなども代用監獄を含めね、国際基準からほど遠いところにあって、他にもありますよね、はい、はい、国連の勧告を全く無視してね現状に至ってる例もありますけどもね。僕はねある場所でね、はい、こういうことを言ってね、その反発と同時にそうだという賛成だということを言われたんですけどね、はい、その日本民族っていうものをね歴史的に考えた場合、
これ古代から言えばですね、太平洋壁ですからね、はい、日本民族は成り立ちっていうのは、まあ元に日本民族がいたかどうか別にして、うん、やっぱり大陸、ユーラシア大陸と、それから南のその東南アジアから海で来る人たちの難民のね、うん、人たちの作り上げた国ですよ。ある意味ね、そういう言い方もできますよね、はい、だから私は日本の歴史から言って、難民問題については、そういう日本の歴史地政的な条件から特別な配慮があっていいと思うんですよ。うん、そういうね、心遣いっていうものはね、あるべきですよ。なぜここまで閉鎖的な国になってるんですかね、日本はね。まあ、それは特にね、まあ、私は参議院議員時代12年、参議院議員やったんですが、はい、その中の11年はね、はい、その法務委員会だったんですよ。司法改革やりたいからっていうので、まあ非常にまた私らのやったことも批判されたんですけどね、その時に感じたのは、特にその法務省のその外人の扱いですね、それから日本で犯罪を起こした刑務所に入っている人たちの扱いについてはね、地域的にね、すごく差があるんですよ。ああ、そうなんですね、地域的にもね。問題の多いところは名古屋地方とかね。ああ、そういう特殊な、なんかね、こうよくわからないね、原因がありますね。うん、妙な感じするんですがね、その 法に基づく公平な扱いっていうのは、うん、されてるかどうかね、うん、いやー、だからこの入管管理者の問題、扱いの問題っていうのは、実は日本人の扱いの問題とも直結していると思うんですね。おっしゃる通り、はい、だから外国人の問題だから自分たちには関係ないと思ってたら、とんでもないことになるというふうにね、いずれにせよ将来的なことを考えたんでね、その、まあ、日本にその逃げてくる人たちの事情もいろいろあるでしょうけどね、うん、基本的に国際関係のやっぱり友好といいますか、親善といいますか、国際協力の向上といいますか、うんうん、日本は一番地政学的にも考えなきゃいけない義務があるんじゃないですか、うん、そう思います ね、はい、